ワンパー、はいどうも、こんにちは。ザマと申します。ノブラス実況、続きやっていきましょう。ということで、いや、前回ちょっとヒヤヒヤしましたね。いやー、なんかもう、コテツとさ、マヤさんがさ、変なとこで鋭いから、もうなんか、怖いよね。見ててちょっとハラハラしましたね。これ大丈夫かなと思ってね、ひなたさんの、前回ね、旧友というか、前の学校のね、知り合い、ね、友達が、こう出てきたときに、いやー、うわ、そこ突っ込んでくるんだ、というかね。なんか、なんだったっけ?その噂があるんだよ、みたいなところでね。いや、ちょっと、って思ったんですけど。噂?みたいな。あ、そこ、こてつ突っ込んでくるんだ、みたいな。まやさん突っ込んでくるんだ、みたいなね。感じだったんですけど。まあ、でもやっぱ興味はあるんだろうな、そういうのに。うん、まやさんたちもね。ただ、いや、ちょっと、こっちはハラハラという感じですよね。はい、ということで、今後どうなっていくのか。じゃあ、続き見ていきましょう。ただいま、戻りました。お帰りなさいませ、藤島さん。どうでしたか、皆さんとの休日は。ええ、おかげさまで、楽しかったですよ。そうですか、それは何より。うん。では、いつものように仕事をお願いできますか。はい。って、言いたいところなんですけど、先に報告しなきゃいけないことが。報告が必要なこと。おう。あまり面白い話ではなさそうですね。心象が増えますな。ええ、言いにくいことなんですが、ちょっとまずいことがありまして。まずいとは、具体的にはどのような？うん。俺の正体が、バレそうになりました。そうですか。そうですかね。そうですかって。ジャキさん、そうですかって。あかり様にも聞いていただいた方がよろしいですね。ああ。お呼びしますので、リビングでお待ちください。まあ大事な話だよね、それはな。びっくりした。そうですかで流すのかなと思ったけど、さすがにないよな。話したいことって何かしら。俺は前の学園の後輩に会った時のことをかいつまんで説明した。よりによって国広と一緒だったからな。なんか最後まで疑われてたみたいだ。それで大丈夫だったんですか。一応ごまかせたとは思うけど、何か問題になるとまずいかと思って。まあ確かにね、その元のいた学校にはね、その匠くんはいなくなってるわけだからね。あれ?なんかおかしくねっていう風に、まあ思われちゃうのもね、確かになっていう感じではあるんだけどね。噂が立ったりとかね、なんかおかしいぞって思われちゃうのはそうなんだけど、まあ向こうにも証拠がないというかね。まあもちろんその勘ぐってるのかどうかわかんないけど、虎徹とかね、そこら辺も言うてまだね、証拠はないわけで。まあでもなんか、あれだよな。こう、尾行されたりとかするとまずいですよね。日向さんとのね、二人での、こう、やりとりとかをね。千秋、どう?お。その二人の方は放っておいても問題はないでしょう。ただ。うん。長光さんと、長曽根くんのことですね。そうだよな。ええ。妙な疑いを持たれてしまった可能性もあります。うん、持たれてると思うよ。わかったわ。私とセナの方でもフォローしておくわ。なんかフォローするとなんか余計おかしくなりそうだよね。任せてください。大丈夫ですか?ありがとう。私の方でも気をつけておきましょう。いやーなんか嫌な予感するな。すみません。お手数をおかけします。いえ、気にしないでください。許可をしたのは私ですし。予想の範囲内の出来事では。範囲内なんですかこれ。範囲内なんでしたこれ。そうですか。源さんが言うなら、そう言うならそこから情報が漏れることはないだろう。それくらいこの人の能力は信頼できる。そっかそっか。まあ、近くでな。もう見てきたもんな。ああ、そうだ。その時にちょっと聞いたんですけど、向こうで俺ってどういう扱いになっているんですか?ああ、確かに。まあ、情報操作してんでしょ?金本グループで。どういう扱いと申しますと?おう。なんか、変な噂がいろいろと流れているみたいなんですけど。はい。処理の一環です。処理の一環なんですか?あれは。なんか変な、尾ひれ、背びれとか、なんかそれ、そんなレベルじゃない感じに、なんかこう、やばい感じになってますけど、大丈夫ですか?やっぱりそうなんですか。だとしても、宇宙人とかはやりすぎじゃないですか。いや、そうだよな。人は、荒唐無稽なことの中に真実があっても、信じないものですよ。そうか。そうか。なるほどな。木を隠すには森の中と言いますし。そうですか。木を隠すために、アマゾンを作り出しているような気もしますけどね。必要ならば、それくらいのことはします。そうですか。
そうでしょうね。それぐらいの財力と、まあパワーはあるってことですね。今回のことは許可した以上こちらの責任だから気にしないで。ただ今後はもう少し気をつけて。わかりました。まあそうだね、影武者としてな。しかし参ったな。君子危うきに近寄らずって本当に名言だよな。もう少し考えて行動しないとダメだ。なんかね、やっぱり日向さんといつも通りに接するっていうのはちょっと危険が多すぎるよな。俺は今首里の身代わりなんだし。国広からか。鳴り出した携帯を手に取り通話に切り替える。はい、雷雷拳です。え、あれ、ごめんなさい、間違えました。先輩じゃないですか。何その、ね、それノリツッコミだったんですか。一瞬でもお前が本気で間違えたことに驚いてるよ。間違いかけたことかに驚いてるよ。俺は、僕がダメな子みたいじゃないですか。失敬ですよ。でどうした、今日のことか。何事もなかったみたいに話を続けないでください。雷雷拳なんてベタなボケに本気で反応を。戻らなくていいです。で何の話だ。謝ろうと思って。まあそんなとこだと思った。あー、こいつは根が真面目だからな。なんだそんなことか。そんなことじゃないですよ。気にするな。でも僕のせいで入れ替わっていることがもしもバレたら俺の責任だな。だいたい国広のおすすめの場所を回ろうって言ったのは俺だぞ。昔の知り合いに見つかる可能性があると考えなかったのは俺のミスだ。だからお前のせいじゃないよ。でも、まったく気楽に好き放題やっているように見えて気遣いのやつだからな。これ以上自分のせいだなんて思ってるならお前の恥ずかしい秘密をみんなにバラすぞ。恥ずかしい秘密？なんですかそれ。なんですか。内緒だ。僕の恥ずかしい秘密なんだろうな。なんだろうな。安心しろ、1個や2個じゃないからな。そんなにあるんですか。そう、あれは7年前の夏のことだったな。その頃僕はまだ先輩と会ってもいませんよね。今何か捏造しようとしてますよね。何か捏造としね。そうだね。ち、意外と鋭いな。7年前でも察するやろ。先輩、やっぱり僕のことおバカの子だと思ってませんか。いや、もう完全バカにしてますねこれはね。お前がそう思うならそうかもな。出た、お前の中ではな。出た、これちょっと使いどころ違うぞ。使いどころ違うけど、まあ、先輩って昔から僕にちょっと意地悪ですよね。親愛の情だと思っとけ。何しろこんな風にからかうのは国広相手の時だけだしな。それって喜んでいいんですか。わかんない。日向さん次第。特別ってことだからな。喜んでいいぞ。特別。お、お、あれ？なんか電話の向こうの反応がおかしいような。話を戻すけど、源さんたちには相談してある。問題なさそうだ。だから安心していい。もっともしばらくはおとなしくしてた方が良さそうだけどな。お、大丈夫だって。学院では今まで通りにしてればいいんだし。あまり気にするな。それじゃあ切るぞ。寝るときはちゃんと腹を出さないようにしろよ。失敬ですよ。そうだぞ。僕お腹を出して寝たりしません。もうこういうところがな、特別扱いしてんだな。じゃあまた学院で。おやすみなさい先輩。あ、国広に言った通りだ。あれは完全に俺の油断だった。まあそれもあるよね。これからはもっと気をつけないとな。いやーでも怖いよなー、あんなんでさ、どんどん嗅ぎ回られちゃなー。まあもうね、誠さんなりね、その周りのそのー、まあどうだろうなー、まあ安砂先生とかもそうだし、まあ、しずるさんはないと思うけど、まあ小鉄まやさんがね一番怖いですけど、怖いですよね。さあ19、学校が始まっていく。
昨日はすごかったな。すごかったですか。マヤさんはもうちょっと疲れたかもしれないね。お嬢も同じみたいですね。お前もか。お前もまあなんかいろいろと疲れたんだろうな。おはようございます。どうしたんですか。二人とも朝から疲れているみたいですけど。ああ、なんかあの二人組の話がまだ頭の中で響いているみたいでさ、うん、グワングワンしてんのか。そういうことですか。理由が分かって俺は苦笑した。僕もああいうタイプはちょっと苦手ですから、気持ちは分かります。三条もかなり話すと思ったけど、あっちに比べれば普通だったんだな。確かにな。誠さんはなんかこう喋る方にしては喋るけど、まあね、いいところでこうなんていうのかな、こうわきまえてるって感じだもんね。普通ってどういうこと。セクハラはするけど子供数は、三条いつ来たんだ。セクハラはするけど。長曽根くんが私のことを話し始めた時からかな。ちょうどじゃん。で、何の話。昨日国広さんの元の学園の知り合いに会いまして、その人たちがすごく話すタイプだったんですよ。しかし、あれほど口が回るのは驚きを通り越して感心してしまうな。いやでもさ、ほんとすごいよね。あのその JK、 そのギャル系な JK のさ、その話の回転率って言ったらいいの、なんかさ、もう話がパン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 飛んでくよね。なんかさ、何、ご近所付き合いのさ、奥さん同士のさ、なんか感じじゃないけどさ、なんか話がさ、もうポン、なんか2点3点みたいなさ、もうすごい勢いで目まぐるしくなんか変わってくじゃん。なんかあれ見てるとさ、すげえなーって思っちゃう。前からあんな感じだったんだよね。へえ、面白そう。今度合わせてくれない？マジ？マジ？やめておいた方がいいですよ。これ以上シュリのことを知っている人間と合わせるのは避けたい。いや、そうなんだよな。誠なら平気か？いや、でもあの勢いは。なあ、金本。の？はい、何でしょう。お前、本当にあの学園の連中のこと知らないの？いや、怖い怖い怖い。怖い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 。知るわけねえだろ。来たか。来たか。いや、怖いよ。まあ、多少疑われるのは予想の範囲だ。ええ。会ったこともないですね。じゃあ、お前にそっくりだって言ってた先輩ってやつとも？もちろん。うん、お？あれ？それって、ひなたっちが話してた人のこと？ん？そうだな。二人とも金本くんを見て、かなり驚いていたみたいだ。国広、金本とその先輩ってやつは、そんなに似てるのか？めちゃめちゃ突っ込んでくんな、こてつ。俺から国広に矛先を変えたか。いい判断だ。いい判断だな。判断が早いですね。どうかな。似てると思うけど、そっくりってほどじゃないと思うけど。おお。でも、国広が編入してきたとき、金本を見て驚いてたよ。まあそれ似てるからな。似てればそれはね。それは、だってここにいないと思ってた人がいたからですよ。まあね。それもそうか。うん。ちらりと長曽根くんが俺を見る。僕も興味はありますが、どこにいるのかわからないなら仕方ないですよ。ですよね。うん、残念残念。みんなにこの感覚が伝わらないのは。ちょっと日向さん、ポケツ掘りそうで怖いんですけど。おお、ゴングが鳴っていく。危ないな、マジで。マジなんていうの、コーナーに追い込まれてさ、もうインファイトしてくるぞみたいなところで、ゴング鳴りましたって感じだよね。あ、チャイムですね。会えそうにない人の話はこれでおしまいってことで。ま、しゃあないか。お？さてと、先生が来る前に席に座らないと。でも、その前に、あ、国広さん、ちょっと聞きたいことがあるんで、後で時間をもらっていいですか？僕？うん、いいですよ。いつにします？そうですね、昼休み、食事が終わった後にでもお願いします。源さんは放っておいて大丈夫とは言ってたけど、なんかすげえ楽観してるよね。なんかみんな、千秋さんには珍しくね。とりあえずあの二人には念のために口止めをしておいてもらった方が良さそうだ。お、
次の休憩がお昼休みか。嫌だな。このままずっと授業が続いていればいい。嘘だろ。お前は何を言っているんだ。いや、すげえな。世の中と逆行している。まあでも、人によってはね、こういうパターンもいるかもしれないけどね。まあちょっと理由は違いますけどね。勉強が好きとかじゃないんだよな。失敗しちゃったな。先輩が話したいことって、やっぱりお休みのことしかないよね。怒ってなかったけど困ってた。ああ、これあれか。日向さん、あ、日向さんのあれか。サイドか。困ってたみたいだし。まさか、知ってる人に会うなんて。しばらくは一緒に遊びに行ったりしない方がいいのかな。ねえ、なんか、それが一番いい気がするけどね、旗から見てるとね。先輩の迷惑になっちゃったら嫌だし。あ、でもでも、学院の中なら平気かな。お？変に気を使う方がおかしいし。うん、そうだよね。お昼ご飯一緒に食べようっと。そうしてこれからどうすればいいのか相談して。セナ、千秋から連絡があった。おっと？知っている声がいきなり聞こえてきて、僕は慌てて隠れた。うわっ、これはまずいぞ。今の声って。そっと顔を出すと、少し先でお姉さんと月山さんが話をしてた。はい、特に問題はなかったとのことです。おう、そう、それは良かったわ。何話してるのかな。最初から無茶な計画だったけれど、やっぱり少しずつほころび出したわね。まあな。仕方ないですよ。シュリ様はうまくやってくださっています。うん、これ以上は望めないと思います。なんかこの会話さ、なんか知らない人が聞いてると本当になんかこう悪の裏の会話って感じがするよね。そうね、予想よりずっとよくやってくれてるわね。先輩のことだよね。あとは学院内ではどう？もともと首里様は前の彼とは関わり合いはありません。前の彼前の彼ってなんかその言い方よ。そのなんかさ、元のその首里くんがさ、そのねえ、まあホモセクシャルなのかっていう、なんかそういう感じの取られ方もね、できますけどね。ですので今まで通り振る舞ってもらえれば問題ないと思います。でも念には念を入れてもらった方がいいわよね。確かに。それは確かにそうかもしれませんね。何が起こるかは分かりませんから。まあその念を入れすぎてほころぶ可能性もあるけどね。だったらこれからは友達ではなく私たちと一緒にいてもらいましょうか。おお。そっちの方がバレにくいでしょうし。なるほどね。そうですね、そちらの方が安全かもしれませんし、シュリ様にもそのように伝えませんと。まあそういう流れになるのか。あ、それともう一つ、少しの間国広さんと二人きりで行動するのは避けるように言っておいて。あ、なんで？僕先輩と一緒にいない方がいいの？うわそういう感じになっちゃうか。どうしてですか？会うのは構わないわ。二人きりになっていると何か相談しているように見えるかもしれないでしょ。考えすぎのような気がしますけれど。まあでもあかりさんからすればね、まあ当然と言ったら当然というか。数日間だけでいいの。うん、そうすれば周りの人間も忘れるでしょうし。わかりました。ではそれも首里様に伝えておきます。よろしくね。二人の足音が遠ざかっていく。おにゃ、やっぱり迷惑かけちゃってるんだ。まあでもしょうがないけどね、これは仕方ないよね。別に会えないわけじゃないし話せないわけじゃない。みんなと一緒なら今まで通りなんだし。あれ、なんでだろう。おっとおっと、唐突に来るね本当に。だからノーブルーってあれだよね、唐突に来るよね。あれ、なんでなんだろうみたいな。なんだこの気持ちはみたいなさ、すごい唐突に来るよね本当に。あれっつって、なんかちょっと胸がモヤモヤする。お、すごいよねこのパターン、めちゃ多い気がする。もうちょい見ていきましょうか。お、それで話って何ですか姉さん。あなたの正体のことよ。うん、クラスではどう、誰かに疑われたりしてない？
大丈夫とは言えない。なんとなくだけど、長曽根くんに疑われているような気がする。いや、もうなんかね、ちょっとね、もう目が疑ってるって感じだったもんね。安全とは言えないでしょうね。そう。やっぱり、しばらくは念のために、国広さんと二人きりになるのは避けた方が良さそうね。反論が口をついて出そうになる。けれど、それは俺のわがままだ。まあ、そうだよな。日向さんといるとな、なんか、こう、安らぎを得られるというかね、まあ、こう、知ってる仲だし。まあ、その、まあ、一緒にね、こう、わちゃわちゃしたいんだろうけど、趣里の身代わりをしている以上、お嬢様の言う通りにした方がいい。うん。食事や授業の時はどうします？急に避け始めたら、かえって不自然ですよね。ええ。だから、お昼は私かセナが迎えに行くわ。授業はできるだけ他の人と一緒にいて。わかりました、姉さん。それから月山さん、すみませんがお願いします。はい、お任せください。それじゃ申し訳ないけれど、そういうことで。ん？あ、誰かいるの？おっと、え？あ、お嬢様が声をかけると、パタパタとかけていく足音が遠ざかっていく。今の足音ってもしかして、セナ、追いかけて。はい。ちょっと待った。え？俺が行きます。そうね。その方が良さそうね。ああ、気づいてるか？誰がいたのか、どうやら想像がついたようだ。ただし、二人きりになるなら、誰にも見つからないように気をつけてちょうだい。わかってます。俺は足音が遠ざかっていった方へ目を向ける。あっちへ向かったってことは、多分中庭あたりにいるはずだ。いやーちょっと、難しい状況になっちゃったなー、いきなり。お、どうしよう、どうしよう、どうしよう。走りながら後ろを振り返る。けれど、誰も追いかけてきてないみたい。僕、どうして逃げてきちゃったんだろう。ちゃんと話をすればいいだけなのに。確かにな。先輩のことは誰にも言わない。しばらくの間二人きりにならない。そういえばいいだけなのに。寂しいのかな。もうなんかこの顔見たくないな。この日向さんの。寂しそうな顔というか。でも変だよね。先輩のことを秘密にしなくちゃいけないのはわかるけど、どうして僕と二人きりになったらいけないの？いやー。なんか、こんな時だけど、やっぱ可愛いな。癒されるな、なんか。やっぱりなんだか変。先輩も先輩だよ。あっさり認めちゃって。どうせ僕のことなんて、ただの後輩だと思ってるんだ。お。あれ？あれ？なんだかおかしいぞ。この流れな。なんかすごいよな、ノーブルは。ただの後輩。友達。そう思ってたのは僕の方なのに。胸がモヤモヤする。こんなの僕らしくない。うん、決めた。よくわからないなら先輩と話してみればいいだけだよ。うん、最初からそうすればよかったんだよね、きっと。そうだね。確かにな。やっぱりここにいたか。先輩ドシャーンドシャーンっつったぞ今。何やったんだ今お前。先輩になってるぞ国広。いや確かに。ごめんなさい。危ねえな、いきなり。え、聞いてたのか。何をですか。わかりやすいなお前。金本君こそ口調が戻ってますよ。そうだな。お互い様か。今は人気もないし、声を抑えればいいか。それで、早速だけど、聞いてたんだろ？その、はい、聞いちゃいました。聞いちゃいました？思ったより素直に国広が認める。いいんですか？先輩、今僕と二人きりですよ。言ったろ。誰もいないから平気だ。それに。それに？お前のこと放っておくわけにいかないだろ。話を聞いたからですか？違う。だったらどうしてですか？
そりゃあ、国広がじっと俺を見つめる。おっと、黙っていてもらうため、首里と俺の立場のこと、言いたいこと、言うべきことはたくさんある、あるはずなのにうまく言葉が出てこない。クラスメイトだからな。それだけですか？それだけですか？ねえ、それだけですかね。後輩でもあるし、友達だろ？おにゃ、友達。引っかかるなぁ。なんか引っかかるなぁ。もうなぁ。もうなんかこんなパターン多いね。友達、なんか違うなぁ、みたいなね。いやいや。なんかでもいいよね、なんかノーブルってこういうのをなんか序盤からはいなんか出てくるからさ、なんか手っ取り早くね、こう付き合ってほしいっていう人からすると、なんだろう、こういう感じでこうズルズルね言ってくれるのは嬉しいよね。 なんか自覚が早いというか、なんかこう鈍感、なんか変に鈍感よりはまだいいよね。気まずい沈黙が落ちる。なあ国広、大丈夫です、分かってます、分かってますから。これなんかマヤさんか小鉄に見られてんのかな。え、さっきのお話ですよね。いや、しばらくは僕と二人きりじゃない方がいいんですよね。ああそういうことになってるな。そういうことで僕もう行きますね。いや辛すぎる。 おい先輩。うん、金本くん、またね。ひなたは手を振って走り去った。あっさりしてたな。俺たちの付き合いを考えればそんなものなのかもしれない。そうは思っても胸にあるモヤモヤした気持ちは大きくなる一方だった。モヤモヤするよな、確かにな。聞けなかった。お、じゃあちょっともうちょい見ていきましょう。なんでだろう、普通に先輩はどう思ってますって聞けばよかっただけなのに。国広？はっ、なんでこんな時間まで残ってるんだ。なんでお前はお前もそこにいるんだ。なんでこてつお前もそこにいるんだ、タイミングよく。長曽根くんこそどうしたの。俺か、俺はお嬢を待ってるんだよ。すげえな。まやちゃんもどこかにいるの。なんか授業でわからなかったとこがあるから、ちょっと図書館によって調べてくるってさ。ほんと真面目だな。ほんと真面目だよね。でこういう優等生ってほんとね、なんかやっぱりさ、その例のシーン見てもわかるけどさ、まあ、マヤさんルートね、買ってみていただければね、例のシーンとか見たらわかると思うんですけど、いやー凄まじいですからね、勉強能力。恐ろしいですよ。もうもうどん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 ね、こう吸収していくからね。うん、ちょっと弱みを見せるとね、あ、ここかなっていう感じになってくるんで。さすがマヤちゃん、すごいんだね。うん、おう、もっと褒めていいぞ。変なの、まやちゃんのことなのに長曽根くんすっごく嬉しそうだよ。変か、自分の尊敬する人が褒められれば悪い気はしないぜ。そうだね。長曽根くんは、おっと、まやちゃんのこと好きなのかな。まさかの。まさかのドストレート。なんでかよく聞かれるんだよな、それ。男と女の関係ってことだろ。うん。だとしたら答えはノーだな。おお。尊敬してるし好きだけど、そういう感情じゃね。へえ。あ、そう。あ、そう。へえ、あ、そうなんだ。あ、なんかここら辺の話はさ初めてですね。なんかこてつずっとさ、なんかおじゃーとか言ってさ。ねえ、なんかさ、こうお嬢ね、なんていうのか、マヤさんのさ、なんていうのかな、こうマヤさんとこう添い遂げたい的な感じのねムーブをさ今までしてきたからさ、どうなのかなっていう、本当のところ本会はどうなのかなっていうね思ってたけど、あー、ここで出るんですね、日向さんルートで。そうなの？マヤさんルートだとね、そんなに出てなかったですけど。そりゃ美人で綺麗で頭もいいし、うん、何よりかっこいいからな。俺でなっていう方が無理だ。あー、だから自分とは釣り合わない的なやつなのかな。お嬢に近づくようなやつは容赦なく排除もする。そうやんな。そうだよな。お前そういうやつだもんな。もうお前どこのルートでもな。それなのに女の子としての好きじゃないの。お、
どうだろうな。俺にとってはお嬢はお嬢で特別なのは間違いないんだよ。ただ恋人とかそういう対象として見れるかっていうと、うん、言うとなんだ今日はやけに変なとこにこだわるんだな。もしかして金本のことか。おっと切り返すね。え、なあちょっと聞きたいんだけど、金本って、お、どうしようどうしよう。もしも今先輩のことを突っ込んで聞かれたらうまく答える自信がない。嘘をついてることをバレちゃうかもしれない。お、待たせたな、こてナイス。あれ、フィナとも一緒だったのか。マヤさん、危ねえ。うん、ちょっとぼーっとしてたら遅くなっちゃって。いや、よかった、マヤさん出てきてくれて。マヤちゃんは調べ物だっけ。なんで、だぁ、こてつに聞いたのか。お嬢、調べ物は終わったんですか。遅くなってすまないな。いつも言ってるけれど、待たなくていいんだぞ。何を言ってるんですか、うん、お嬢を一人放っておいて帰ったりできませんよ。もうさっきのあの真剣なテンションとのこのあの落差ね。まったく、早く誰かいい人を見つけてそっちを気遣ってやればいいのに。そうだよね。ね、マヤさんね。マヤさん的にはもうね、それが小鉄にズバズバ刺さることはね分かってるんだろうけど、でもマヤさんもこう小鉄がなんていうのかな、心からそのね、あのなんていうのかな、本気でこう女として見てくれるみたいな感じに思えてないっていうのが分かってるからこそ、なんかこう邪険にしてるのかもしれないね、こういう感じで。いつかはそうしますよ。お、ま、今はお嬢のそばにいたいと思ってますんで。マヤちゃんと長曽根くんにとってはきっと今みたいな関係が自然なんだ。じゃあ僕と先輩は前と全然違うようで同じで、同じようで違う。僕たちは、私たちはもう帰るけど、ひなたはどうする。僕もうちょっとだけここにいようかな。そうか。マヤちゃんが僕の顔を覗き込んでくる。何か悩みがあるなら言ってくれ、いつでも相談に乗るから。ありがとう、マヤちゃん。でもまだ平気かな。何を悩んでるのか僕自身でもわからないんだよ。そうか、困ったらいつでも連絡していいから。そのなんだ、うん、私たちはと友達だろ。可愛いな、本当に。なんて可愛い子なんだ、マヤちゃん。ありがとう。もし誰かに助けてほしくなったらマヤちゃんに連絡するね。お、待ってるぞ。マヤさんとあの日向さんってやっぱ仲良くなれそうだよね。やっぱりどこのルートでも仲良くなれそうだね。お嬢、そろそろ帰らないと心配されますよ。そうだな。それじゃあ日向、また明日。じゃあな、国広。うん、バイバーイ。マヤちゃんと長曽根くんを見送る。二人はすごく仲がいいけど恋人とかじゃない。お互いに大切に思ってるのはわかるけど、多分家族とかそういう感じ。確かになんかそういう感じだね。僕と先輩は、前は学園の先輩だった。今は学院のクラスメートで、これからは、ほにゃ、答えはもう出てるような気がする。なんかね、なんかもうあれれっていう感じだったもんね。もうさっきからね、出てるような感じするよね。でも気持ちを伝えたら失敗しても、そうじゃなくても僕たちは前と同じじゃいられない。先輩、僕のことどう思ってるのかな。こんなこと今まで一度も考えたことなかったのに、どうして気になるのかな。どうして、あー、もうそのフェーズに入っちゃいましたか。もうシャープ いくつですか。もう5ぐらいですか。でもお互いの気持ちどうなんだろうっていうフェーズに入っちゃったね。マヤさんルートだとね、そこまでたどり着くのにめちゃめちゃ長かったんですけど。おわおはい、ということで、じゃあどうしようか、ここまでにしましょうか。国広からか。じゃあもうちょっと音うるせえからさ、ちょっと一回先行きます。最後に別れた時の態度も気になっていたから、ちょうどいいタイミングだ。なんだかちょっと気持ちが浮き立つ。お、はい、
ということで、じゃあ今回はね、ここまでにしようかなと思いますが、いや、やっぱ鋭いな。いや、まあ、マヤさんはね、まあそのまま、なんていうの、あの、何事も なさそうだったけど、いや、コテツくんがな、やっぱりコテツがな、もう、めちゃめちゃ、こう、ズバズバやってくるなって感じなんですけど、まあ、どうなんだろうね。今後、どんどん付き合っていくにつれて、まあ、日向さんもね、こう、素直で、入れないっていうこともあるだろうし、逆にね、こうボロを出してしまうというかね、嘘をつけなくなっちゃうっていうこともあるだろうし、なんかすごい複雑な状況ですからね。まあちょっとね、すごい危うい状況でもあるんですけれども、まあ匠くんからしたらどうにかね、この状況を打開したいんだろうけど、まあ匠くん自身もね、まあ日向さんのことをどう思ってるのかみたいなね、ところで自分も葛藤してるということで、まあまだまだね、そういう段階なんですけれども、はい、次回以降はね、どういう風になっていくのか、次回もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしければよろしくお願いします。それではバイバイ、ありがとうね。